ご指導にありがとうございます。ありがとうございます。本日は当山物流街道日泉商人、御所東園沼津文法寺御公職倉持日良お同心お務めをいただきました。誠にありがとうございます。本日は梅雨の最中ということで、昨日来からの豪雨の影響が各地でございまして、主に近県の熱海では土石流の発生によりまして、数名の方々が惜しくも亡くなられ、現在も行方不明ということで捜索活動を続けられております。謹んでご冥福追善をいたすとともに、災害の早期復旧、そしてこれからの二次災害、またはこれから続く災害が続いて起こらないように、記念をするところでございます。そういうわけで大変足元が悪い中、法師御曹司はじめ津田のお経務方には、そしてご信者の皆さん方にはそういう中をご参詣いただきまして、重ね重ね御礼を申し上げさせていただきます。ありがとうございます。ただいまプロローグのビデオでは物流街道日泉商人のことをご紹介をさせていただきました。そして今ご覧いただいたのも、もうすでに32年前に物流街道日泉商人100回ご恩恵をお迎えした時に宗門が作成したビデオを編集してご覧いただきました。なぜご覧いただいたかということはもう2、3の方はお気づきになったと思いますね。あのビデオは平成元年度の物流教育専門学校の入学生、そして卒業生のことをピックアップしたビデオで、まさしく今日お勤めいただいた法師御曹司、そして私今日の出座のお経務方があの時の学生でございました。そういうわけで今日は同窓による、法師御曹司、そしてご出座のお経務と、こういうふうになったわけでございます。実にこうやって肩を並べてお換金をさせていただくのも本山以来、32年ぶりということになるわけです。ただいま法師御曹司は静岡府教区の教区長を2期6年お務めになりまして、この度無事ご奉公を終えられ、本当に今まで集会等でのご奉公誠にありがとうございました。また今日出願の今日もそういうわけで私どもの同窓ということで、島本の新十寺のご住職川手正人氏、そして野大行寺のご住職の竹俣健僧、お参加をいただいたわけです。また法師御曹司の奥様はじめ川手氏の奥様、そして随伴の文法寺新十寺行寺のご信者の皆さん、本当に本日はお参加誠にありがとうございます。ということで、法師御曹司とはそういうご縁で、津田の教務ともそういうご縁でございますが、文法寺様とは先住の久保田日愚商人におかれましては、この常泉寺門末の振興会の永年会長を務めになられましたですね。手前の師匠である先住一生商人とも大変仲がよろしくて、第四市長長または、その神奈川府教区の教区長だった、それぞれのご関係でいろいろと信仰が厚かったわけでございます。惜しくも久保田御曹司は、先年ご宣言になられまして、そしてただいまの倉持ご住職が文法寺のご住職を継承されておいでございます。そういうわけですから、久保田商人のご葬儀以来ですね、ご住職の就任をお祝いすることもできずに、今日まで過ごしてしまったわけでございます。今日は
私から少々お祝いをさせていただきます。すいません、遅れませんで、実はこの度、この竹俣健総氏が、10月に、上座講師に除任されることが、つい先だって決まりましてですね、大変喜ばしいことでございます。先にてお祝いをさせていただきます。おめでとうございます。川瀬氏にはこれから赤くなっていただくために今日の赤ワインということでございまして、まあ、そういう中でございます。なかなかその同窓といってもですね、随所でご奉公を共にさせていただくことはあるんですが、なかなかこう近々に一度に返してっていうことは、いくらご奉公の中といえもなかなかないものでございますから、今日は大変もったいないことですが、海道商人のご招待に合わせてですね、まあ、こういう荘園をいただいた次第でございます。今朝方も雨が降っておりましたが、今大変小康を保っております。どうかこのまま天気が小康を保ってですね、お帰りの節には、まあ、雨が上がってくれると皆さんの足元にも影響がなくていいかな、まあ、こういうふうに念じております。いろいろと足を運んでいただいたと同時に、ご融資等も賜りまして、厚く御礼を申し上げます。建昌寺のいろいろなご奉公のことについては、今日ご訪問のレジュメにも、一部の掲載をさせていただいておりますので、そちらをご覧いただきましてですね、ご挨拶の中では割愛をさせていただきたいと思います。本日はそういうわけで、本日の同士今日の中ご信者の皆さんお参加いただきまして本当にありがとうございます。大したご報告はできませず心苦しいところでございますが、どうぞお帰りの節には気をつけて、ご帰参ご帰宅なさいますよう祈念をさせていただきたいでございます。ありがとうございます。聖父子のご訪問を聴問させていただきます。本門八本書店上行書伝本人弟子の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。
かやったわけじゃないんですけども、一緒に釜の飯を食ったんですかね、同じ釜の飯を食った仲っていいますか、その時のような会話がやっぱり弾んでしまうんですよね。ですから、お室座前にね、国の方でお待ちしてる間についつい大声で笑わせたりですね、失礼な待ったと思うんですけども、懐かしいな、でも思いはそんなに変わってないのかなというような気持ちにしております。当時はみんなペーペーって言いますかね、学生だったんですけども、今こうしてですね、皆さん立派なご住職になられて、話を聞いてますと、あ、なるほどな、こう教わるところもたくさんあるような、そういう方々になってくださって、全くありがたいなと、そういう方々がですね、仲間にいるっていうのは本当にありがたいなと思っているところであります。今日は熱海のですね、今話し合いましたように、今津でもそうですけど、災害がちょっとありまして、大変に、ね、驚いてるんですけども、来る時も、箱根新道だけは、ね、通れるんですけど、あとは、それと新東名は通れるんですけど、あとは通行止めなんですよね。来れるかな、来れなかったらどうしようと思ってたんですけども、なんとか、逆に、空いてましたですよね。早すぎたくらいで、着きましたので、そういう、ね、ありがたいなと思うんですけど、夏はこちらの方が、ね、道路がいつもきっちり混んでるような、ところ、ね、でありますけど、ありがたいなと思いますけど、今こうやっていろいろ話を伺ってて、お祖様の800年のご本舗最中でありますけども、こちらの神奈川教区の方でも、市町長が、ね、先日、住職会に決まったので、神奈川の佐世保市長ということで決まった、教区長も決まったよりということで、こちらのご住職が今度は神奈川教区の教区長になられるということで、これから、沼津の方は、山本新都市ですか、お隣同士いろいろ教わることもあると思いますけれども、また、ね、ご指導、ご弁達と、面倒をかけるようなこともあるかもしれませんけれども、よろしくお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。なんか、今日のところからご依頼かなと思ったんですけど、かえって恐縮しているところで、あまり長々と喋ってても、あれですので、挨拶するこれぐらいにして、これからもどうぞよろしくお願いしますということで、お三方の皆さんも今度ぜひ、沼津の方も災害の話ありましたけども、お寺の周りは別に何もありませんので、大丈夫ですので、ぜひお参りください。田舎ですので、あんまりコロナの、もう流行ってるとは思えないようなところでありますから、ぜひお参りいただければと思います。本日はご参りありがとうございます。暫定を報告させてもらいます。寺内の合計が104名ですか。門法寺が10名、新龍寺さんが5名、伊行寺さんが1名、上昇寺さんが1名、多寺院が17名ということで、合計が121名さんのお参りでございます。ありがとうございます。ではご質問を拝見させていただきます。お経下に単独は捨てる地でなき幸いに仏の地へ安徳は捨てる知恵なき幸いに仏の知恵を我が物とせし。世界道商にお示しの仏教家でございます。仏流のご信心は見教えの前には
我が本部の知恵をさらりとして、ご訪問を頂戴するということこそ肝心です。したがって今日受け釈服の時にも本部の知恵を捨てさせることが大切で、そのことを愚かな人の代表ともいえるスリーハンドという御仏のお弟子のお手本を持ってご教示くだされたご教科でございます。判読は捨てる知恵なき幸いに仏の知恵を我が物とお示しでございます。首里判読という方の話でたびたび訪問されると思うんですけど、また勉強会等でも聞いたことはあるというふうに思いますけれども、首里判読という方はそこに書いてあります。釈尊のお弟子の一人でお兄さんはマカマンドク、王子、という意味で、弟をジリハンドク、王子あるいは少女です、王子、ハンドクというのは露変のこの意味、兄は大変、お兄さんは大変聡明な方ですが、比べて判読は無言で、明画の個人のごとくでした。ご信心では、知恵が邪魔をするとか、無知衆とも教わりますが、知り判読は邪魔をする知恵がもともとないので、かえって教えはすんなり収まり、入るということでございます。ですから物価を上手するのは早くなるということなので、シルハンドクっていう方はですね、お母さんはもともと大根城高瀬城城城城の中にいた大部分の娘なんで、他の子を作ったんですけども、ですけども、その下男ですね、使われる雇いに下男と仲が良くなってしまって駆け落ちしちゃうんですね。で駆け落ちをしちゃって、よそに行ってしまうんですけど、しばらくすると子供を宿す、でもやっぱり子供を産むなら実家がいいということで相談をさ、ご主人に、相談をして、帰りたい、出てみたいというふうに言うんですけど、その旦那さんの方は駆け落ちしたっていう罪に問われるんじゃないかって帰るのためらうんですから、一人で帰る、一人でまあもうそろそろ臨月近づいたから帰るんで、一人で旅の帰路ですね、帰路に向かわれる、旅立つ、ところが実家まで持たずに、その帰路の途中で子供を生まれる、でその子が王子というマカハンドという長男、長男ですね、王子って大きい力士ですね、キロ、キロの選手で、露天の子というので、ハンド、で弟しばらくするとまた、子供を宿す、で次に生まれた方もやはり帰る途中で生まれちゃうんですけども、ですから小さい道で露天の声、コーチで判断で主義判断というお名前になるという、ね、ですからマカ判断と主義判断ご兄弟、ね、でお兄さんのマカ判断っていうのはもう聡明な方で、立派な方で大変な方もあります、ね、ところが弟の新判読は愚鈍であったという愚かであった愚か、憎い、特に物忘れが激しく物を覚えられない、忘れるというのも覚えられないっていうようなことです。で、ご両親が子供として亡くなって、お兄さんがその弟の面倒を見れないので、どうしようか悩んで、でその弟を連れて、じゃあ仏様に相談しよう、できれば弟子にしてもらおう
というのを仏様のところへ連れて行くんです。で仏様はその首里藩徳を見て、まあ哀れんだと、かわいそうになるというのと、もう一つその首里藩徳の中になんとこの子はいいものを持っていると見抜くんですね。何か持っていると見抜く。で弟子にしてみたいな。ということで、首里藩徳も、お弟子になる。ところがお弟子の中でも一番愚かであるということなんです。首里藩徳愚かで、どのぐらい愚かかというのは、そこに妙画の例えが、ポジがありますけども、そういうことですね。その妙画のポジって何かというと、お弟子の中で一番名前を自分の名前を覚えなかった。首里藩徳は修行をしている最中に御神さんのとこ行って、高圧して歩く、鉄鉢を持って、歩くんですけど、その時に、お名前をお聞かせしてくださいというふうに実際に言うんですけども、言えない、自分の名前言えないんですね、覚えられないから。でそこで、仏様が、それでしょうがないということで、その釣りハンドという名前を書いて、背中にぶら下げた。で、聞かれたら後ろを向けというふうに教えたということで、修行を半減したりとか、骨付きの行をこなしてたということなんですけども、その釣りハンドが、亡くなった時に、その亡くなったところから植物が入った。その植物をね、名前を背中に背負ったものの、死んだところから生えたというので、名を背負って、になった。で、妙画という名前が付いた。まあ、伝説ではあれですね、妙画を食べると、物忘れをするというような、まあ、伝説でしょうけど、まあ、というような、そのぐらい、不存であった。ところがその修行を、その話はいいんですけど、修行をしていてもなかなかこう覚えられない、14文字を3年かかって覚えられなかったというふうに、本当かどうか分かりませんけどね、言われてるんですね。でお兄さんがそれを見て、もうこれじゃあいかなんでも仏様に申し上げない、これじゃあ修行はできない、一度上手ることはできないというので、もう勝者を、で相当追い出そう、追い出しちゃう、もう家帰りなさいと、減俗しなさいというふうに追い出す。で首里藩徳は、どうしていいか分かんないんで門の傍らで泣いてたと、メソメソしてたというところを、に仏様が通りがかって、悟す、慰める。でその、どうしたんだで一部始終を話をすると分かったと、泣くことはないぞというんで、何とおっしゃるかというと、まあ概略、自分のお前自身、愚かには違いないが、自分の愚かなことを知っている、そこに何かの手がかりがある。一番始末の悪いのは愚かでありながらそれを自覚しない人間であって、お前は自分の愚かを知っているから何とかなる、泣かなくてもよいというふうに慰めないということなんだ、それから、仏様はさらに包丁を一本授けて渡して、ちぎを払え、赤を除けという言葉を忘れないように口ずさんで高級で掃除をしなさい、毎日毎日掃除をしなさいということをさせた。でそれから藩徳がその言葉を毎日、口ずさんでながら覚えようと、ここちぎを払えという方を覚えたかと思うと赤を除けという方を忘れちゃう。でそこぐらい、覚えられなかった、
言うのか、立法文、立法忘れちゃうという場合だ。しかしそれを、とにかく、続ける、とにかく真面目に言われたことをちゃんと続けていた、ついに覚えた、その時には判読は悟りを受けられた、何を悟ったかといえば、塵を払う、赤を除くというのは本人知の三毒を払うことなんだということなんだということを悟った、そういうのがその知事判読という方のお話なんだ、でその知事判読は16羅漢の一人になりますから、16羅漢仏の 10代弟子で、その次に16羅漢にね現れていらっしゃったんですけど、16羅漢の人になったんですけど、神通力も得て、自分の姿を変ずることができるっていう神通力を得たらしいですね、いう。この話を聞いて我々はどう受け取るかということでございます、ね、それが大事なところ。街道書にこの五教科に並んでるんですね、並べて五教科出されてあって、そこにあると思いますけれども、賢しと我を思える愚かさに仏の御事を信ぜるなるとおっしゃるんですね。でさて、どういうことかという、で、日清商人が、ね、この五教科、本日の五教科、注釈されてまして、塵を払え、赤を除けというのは三毒のことだと気がついてしまう人が困るとするんですね。公共を塵を払え、赤を除けという教えをもらうと、あ、それは三毒をなくすことなんだ、払うことなんだ、気がついてしまう人が困る、ね、つまり分かった気になって公共を手にしない人が困る。判読は愚かさゆえに、自覚してるからなんとかなるというところが大事だ、ですから私どもそこが大事ということを考えなければいけないというのが、この法教科を紹介して大事なところですね。ですから例えばご法然の掃除をさせてもらいなさいませ、こういった時に何かこう気がつくってことありますかね。お保全のお掃除をちゃんと毎日させてもらいなさいよって教わったときに、いろんなこと考えるかもしれない。その考えるのがダメなんですね。支援があるからダメなんですね。はい、わかりましたってきれいにするだけでいいもん。やってるうちに例えば聞かれてくるってところ。いろんなこと考えて、頭のいい方になると采配を振って、クラークさんにやってもらうとかね、当番制を決めたりとかできるかもしれない。それじゃ困る。あるいは、子供のことがあるからそうはできませんとかね、用事がありますからとか、ね、体が弱いとか、病気ですから、ね、お寺の、境内地の掃き掃除とかっていうことも同じであります。あなたは掃き掃除なさい、させてもらいなさいって言った時に、はいってこうできるかどうか、いろんなこと考えちゃって都合が出てきたりとかね、いろんなこと考えてるかもしれませんね。で結局は賢い人になると当番制にしようとかって言われて、全員で当番制で何日何日何曜日何曜日ってあそこの掃除なさいとかって決められるけども、自分は結局そういう人は公共手にしないとかっていうのは困る、そういう人がいたら困る。だから、実際は公共手にしなければダメなんだという、お関係にしても同じだよね。財政処理のために一番根本業、これって同じであります。ご指南拝見させていただきますと、罪深き者ほど愚かにして真に怒らぬものなり、この人賢げにして危ないとしてますね。さらには、誠の内学者が誠の内者がよし、中途半生物地味な殺し、消し難しないとおっしゃっている。これらは
まあ、ご教官の前にこうお従いのためにお世話になったお世話様と会場上のような知恵者だったらいいんですけども中途半端は困るだったら炊飯堂の方がいい訪問でもちゃんと聞く、ご訪問、聴聞して、あ、分かった、そういうことかって分かっちゃ困るっていうこともありますね。分かったつもりになっちゃうってことも困る。教わったから、じゃあさせてもらうっていうことがいいんですね。毎年毎年いただく、ご訪問報酬とかっていうことも同じであります。本気を実際に持たないと。例えば、明日から、買い物さんとなさい。あるいは毎月長月旅行をあなた受けなさいと言われたらどうでしょう。ご報告を喜べないあなたの姿はもっとくどくど積まないとダメです。だからさせてもらいなさいよって言われたらどう思うか。いろんなことがこう言われた途端に頭に思いつくと困る。それを例えば仏様がご存命で目の前で言ってくださったら言うことが聞けるか、ここを言うなら言うことが聞けるか、興味さんならどうですか、あるいは薬中さんが言ったらどうですかということですね。他でのことじゃなくて自分に言われたのね。ということは絶好の自分のチャンスな。もう二度といらないかもしれない。以前あのですね、朝鮮人でご報告させてもらったんですけども、その時に教務会でこんな話があったんですよね、いうことなんですけども、もう今でも忘れないのは信心あるご信者さんの苦しみっていう話をしたと方がいいんですね。信心あるご信者さんの苦しみ何だろうっていうと、今でも忘れないのは教務さんを見ないとご指南だけ受け取ってくださるんですね。だ真摯のあるご指南さんというのはご訪問とかご奉公の姿とかご釈迦とかそのまま頂戴してくれる。いろんな教務さんいますから、教務さんの日本部ですから、いろんな教務さんいる。頭のいい方もいるし、そうでもない方も、弁舌の優れた方もいるし、あるいは行動力のある方も、そうでもない方もいろんな方がいる。でもご訪問となると、その教務さんを見ないで、普通だったら言ってる教務さん何よって言いたくなるところを、ここを見ないでその方がおっしゃる方針なんだけど受け取ってください。でも徹底的に謝ってください。真摯になんかできないっていう話で、教務会であったんです。ですから我々にすると、やっぱり勉強しなきゃいけないし、検査しなきゃいけないことがいっぱいある。まだまだ不十分ですよね。ということがあるんですけども、でもやっぱり重い口にあれば、いろいろ外に現れて、もう嫌そうな顔する人もいるんですね。ご訪問といっても、あるいはお話ししてても、こいつ何言うんだっていう顔をしてるね、特に苦労した方にというね、世間で苦労されている方の中にはいるんですね。でもやっぱりちゃんと聞いてくださるご信者さんもいる。だから本当にありがたいです。ですから皆さんもそう考えると、薬中さんが商品に来たといった時にどうかですね、言ってくれるとか釈迦してくれると、声かけてくれるとかですね、その教えの部分を、受け取って絶好のチャンスになったってこうやっていけるかどうか、いろんなこと考えちゃわないかということですね。それを教えの方がちゃんと人よりも教えを受け取ればどんどん良くなっていくはずなんで、実生活もそうだし、人がなって変わるし、良くなっていくはず、在所超越なんですからね。でそういう、変な考えを思いつかない人の方が帰っていいんだということ、
賢いんだということをおっしゃっているご教科でありますから、考えればこういうことは山ほどあるということなんですけども、愚かの極みだったという主義判断に学んで、本当は何が大事なのかということを見せていただいて、だからこそ、教えの前には我を挟まない主義判断のご信心になるということが大事だと思わせいただくご教科でございます。それは教科に単独は土知恵なき幸いに仏の知恵を我が物とせし、この仏前上行ずるの本人が主の南無妙法蓮華経お願い申し上げます。
次代の信者の皆様のご供養はお持ち帰りとなりますので、案内があるまでそのまま席でお待ちください。虫依頼のお礼文をさせていただきます。ありがとうございます。どうぞ気をつけてお帰りください。